はい、山ひろです。今回は木和田キャンプ場に来てます。今回は珍しくフルキャンです。関東の方からの YouTuber の人も来ておりますので、後でご紹介していきたいと思います。タープが6メーター、4メーターのアップアップですので、今日雨予報なんですよ。でずっとさっきから雨降ってるんですけど、なるべくちょっと夜まではあるのでっていう感じで撮影してるんですけど、風も結構あるんで、あんまり風強かったら夜には練習しますか。はい、今からちょっとゆっくりしていきたいと思います。はい、じゃあ、今回、コラボの斉藤夫婦さんです。こんにちは。それ斉藤です。そんなんやってくれるんですか。僕らできないですけどね。僕らそんなんできないですけど、やろうか。せっかくもう関東から来ていただいたんで、はい、今日楽しみにずっとメールでは、そうなんです、今回お待ちさせていただきました。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあちょっとあとテントだけちょっと映させてもらいます、はい、あんまりテント内紹介ってしてないんですよね。そうですね、一瞬するぐらいで、一瞬ぐらいですね、はい、です。いやすごいなと思って、ね、こういうのもいっぱいあるし、はいはい、薪は薪屋さんで買って、でもこれは切ってきてるんですか。薪屋さんに言うと、はい、その指定のサイズに切ってくれるんですよ。そんなのがあるんですか。あるんですよ。これが、新しい薪ストーブの試作品になりまして、まあ、前面4面がガラス張りっていうのが、まあ、売りの商品で、ガラス張りなことによって温度がより暖かく感じれるっていうやつで、まあ、今ちょっと試しでやってます。これだともうほんとどっからでも、はい、見れるね。まあそうですね、どこも暖かい。確かにもう暖かいですね。で結局鉄だとこの暖かさなんですか、はい、ああそうですね、こっちの方が明らかに暖かいですもんね。明らかに暖かいでしょ。ああそうですね、それは言えますね。まあ、確かに全然違います温度。でもなんかそんだけ設置大変じゃなかったですもんね。いや大変じゃないですよ、ね、差し込むだけですもんね、うん、やっぱこのガラス張りっていうのがいいですね。いいでしょう。なんか映像を見てる感じじゃないですか、なんかそんなのがいいですね。ペレットストーブ、はい、やった時に、はい、じゃあちょっとどうするのとか言うもんで、もういいって言ってこれがこうやって切って、、はい、切ってやって、で溶接機もあるもん、はい、溶接、ああやって溶接して、はい、である程度の形、はいはい、このもこれがペレットストーブ。ペレットストーブね、こんなに見えてるのないよ。ガラスがすごいシャクシャクです。あとこの薪ストーブのもう一つの技で、ね、くれるんですね、このペレット、ペレット。これもこれもこれでも結構意外とあったかい、はい、あったかいと思います。火結構出てますもんね。今が4時ぐらいで、薪ストーブの打ち合わせとか終わって、ちょっと今からゆっくりしていきたいと思います。もう雨と風がね強すぎてめっちゃ極寒ですよ。寒すぎてテントに引きこもりです。髪の毛もブシブシやしね。もう雨すごすぎるよ ね美味しい。とにかく寒い。もう雪中と比べ物にならんぐらい寒い。寒い。うん。今日はビビンバですか。はい。今日はビビンバです。もう全部カットの上で。今回ね、いつもと違って今まで始めたのがインナーなしなそう。はい、インナーなし。嫌だこのスタイル。もう二度とないでしょう。やっぱりね。僕らインナーいります。僕らはインナーありで、はい、低いコットでゴロゴロするっていうのが、うん、落ち着くスタイルですね。
ちょっとこういう欧米スタイル無理ですね。欧米スタイル。あ、そうやって。靴履いて室内入るっていうのはちょっとまだまだ俺は日本人だな、うん、ちょっと無理やな。やっぱり2人やったらサーカス TC ぐらいの大きさはいるんかもしれないですね。これ1人で使うのやったらちょうどいいかもしれない。1人やな、うん、と思います。まあちょっとご飯とりあえずルイさんが作ってくれて食べて、でそっからコラボな、夜からコラボします、うん、出来上がりました。ビビンバです。やったね。お腹ペコペコ。いただきます。もうお腹すきすぎて変になっちゃった、うん、おかしくなった。いただきます。おいしい。最高。ビビンバ最高。すごいね。これでテント広かったら全然多分思わへん。ああ、そうやんな。ゴロゴロできるんやったら多分雨でもいいんですよ、うん、ゴロゴロできないから、うん、あったか。 あどうぞ。やっと喋る。超モクモクしてるけど、あ、よろしくお願いします。お願いします。やっと喋れますね。途中すごかったっすよ ね作っていただきました。あ、ちょっとローストビーフとウインナー。こっちは？アポキーです。これしかも一箱です。お願いします。改めまして初めまして。山広夫婦です。山広夫婦です。ハローです。お願いします。改めて先にうちの方から紹介させてもらおうか。はい、はい、後でな、ご紹介、俺ら質問受けるのか、インタビュー形式。インタビュー形式で、はい、していただくそうなんで、恥ずかしい。じゃあ、まず簡単に、あれやな、はい、俺も質問せっかくやから。自己紹介、うん、自己紹介。まず、斉藤さん夫婦で、はい、自営業なんですよ。で、僕の動画って結構、自営業をするにはどうしたらいいんですかっていうコメントとか、結構そういうのって、要 DM に入ったりとか。多分夫婦で自営業とか、まあ、男の人で自営業するっていう部分では結構多分すごい興味がある。あ、特に商品を、まあ、仕入れて販売してインターネットでビジネスをしてるっていう斉藤さんの説明、はい、で、まあ、さっきもねちょっとお伺いしたんですけど、まあ、1年ぐらい大変やった時期があったっていうので、まあ、商売はその大変なんですけど、まあ、まずなんで商売を始めたかっていうのとお聞きできたらと、はいはい、思います。斉藤と申します。よろしくお願いします。多分その山広さん、樹里さんの動画ずっと僕たち見させてもらってて、もともと自分たちも趣味でカメラやったりしてたので、はい、まあそういった面でやっぱ映像綺麗な動画やっぱり探して。登録させてもらってて、今回ちょっとこうやってご一緒させてもらって本当にありがとうございます。こちらこそです。ありがとうございます。ありがとうございます。来てもらってありがとうございます。滋賀県まではるばる、はい、埼玉県から、はい、はい、はるばる。僕らも夫婦で、仕事をやってます。で、内容はインターネットの EC サイト運営っていうんですけど、うん、e コマースっていうらしいんですね、うん、ネットショッピングのことを、そうです。e コマース、EC っていうんですかね、うん、EC サイトの運営っていうのをやらせてもらってて、インテリアを売ってます。雑貨とかインテリア、あと家具とかも売ってるんですけど、で、そういう中で、キャンプ用品とかも、まあ、ちょこちょこやったりしてるような感じで、今、やり始めてどれぐらいですか？2年ですかね。2年。最初の1年っていうのは、うん、もう給料はないですね、基本的には、ほぼ。あ、すごい興味がある。まあそれで最初の1年はどんどんこう赤字。売上は立ってるんですけど、でも、まあ、ある程度のこうボーダーラインがあって、何百万以上売れないと黒字じゃないですよっていうボーダーラインに届くまで、やっぱり1年ですね。で、やっと1年経ったところで、
心にも余裕が出てきたんでキャンプを始めたと感じです。はい、まず何かを立ち上げようと思うときは、出たら EC サイトっていうのは商品を仕入れないといけないんじゃないですか。そうですね。その商品をこれを売ろうっていうふうに決めていった経緯って多分かなり難しいと思います。あ、どれやったら売れるかとか、まあ世の中にいっぱいねネットで出てるからないものとない中で仕入れて販売するってすごい難しいと思うんですけど、どうしてたんですか。もともと2人とも会社勤めでその EC の会社にいたんですよ、うん、同じ会社にいたんですね。あ、そうなんですね、はい、そうなんです、社内恋愛で駆け落ち退社みたいな。まあ、一応ノウハウはあったんですね。ノウハウはありました。で、ファッションやってたんですよ、その会社は。レディースファッションで、まあ、一番多いって言われてるようなジャンルなんですけど、楽天とか、まあ、ゾゾタウンとかいろんなそういうファッションサイトっていっぱいあるじゃないですか、をやってて、で、まあ、やっぱりその競争が激しい業界なんで、でちっちゃい2人で会社を立ち上げるので、それを競合に巻き込まれないように、まあ、とりあえずファッションを避けたっていう感じですかね。でアルピンさんが、西海岸系っていうそのアメリカのカリフォルニアスタイルの、なんていうんですか、家具というか、うん、家具とか雑貨とかっていうのがもともと好きだったんで、そういうスタイルの専門店っていう形で、うん、西海岸スタイルの雑貨専門店っていう形にしたんですね。そうですね。で、まあ、ファッションよりは流行り廃りがちょっと少ない感覚なんで、レディースファッションってこう流行りが激しいので在庫を残すともう売れなくなっちゃうんですね。そのまんま戻ってこなくなっちゃうんで、まあそのリスクを避けて雑貨とかインテリアをやってる感じですか。はい。いやでも本当出してるものがめっちゃ可愛いのよね。嬉しい。またその斉藤さん方の YouTube のページももちろんリンク貼っておくんですけど、サイトも貼っておきますんで、よかったらありがとうございます。ありがとうございます。覗くだけでもいつも言ってるんですよ、ね、ほらなんか優雅に言ってるよなって。いや本当に、いやなんかめっちゃ見えましい、ね、自由やん。そう、俺だって束縛されまくってる中でやってるから、うん、だって家から出なくていいやん。今から斉藤さんの質問にお答えします。はい、はい、お願いします。何を質問されるかな、ドキドキするね。ちゃんと言葉選ばない。いやいやいや、そんなそんな自分たちの言葉は分かってない。インタビューされるので、またよかったら斉藤さんのリンクであるので、はい、動画見てください。よいしょ。好きなところで今後 BC 渡して、後から連絡して買い付けサイトを聞いて自分で選ぶっていうのもできるし、サンプルで教えてくれて自分もこうやってなんか使ってみて、動画とか写真を撮って反応を見てから買う、そんな売ってるのもできますし。仕入れる額ってどれくらいのものは、何十万ですよね。何十万です。今は怖いな。まあ、でも仕入れって売り上げ上げれないですよね。それめっちゃ怖いです。最初2、3個とかですね。もう3個とかから始まった商品が今年になって月に50個とか100個とか売れるまでに育てていって、そう育っていくんですね。そうですね。ビューが溜まって次30個にして、次50個にして、年金のサイクルが1ヶ月先、うん、今月30万の商品買ってもすぐ入ってこなくて、それが入ってきたら倍頼んでみるとか、すると先にそのアメリカに合わせて、それで倍頼みました。その次は結構売れ方
っちゃ残る、ね、残ります、めっちゃ残る。いやそれすごいよな。でもネットのショッピングの人ってそうですもんね。でもなんかこう同じ夫婦で、まあ、自営業で、まあ、いろんな不安とか、まあ、お互いにやっぱりあるんやなっていうのはすごい感じました、ね。まあ、なんか同じ境遇っていうかなんで、また仲良くしていきたいなと思います。初めてお会いした感じではなかった、ね、ではないぐらいなんか楽しかったです。すごくどう、人見知りのジュリさん的には大丈夫ですか？人見知りの私でも、いい空間が楽しかったです。全然知らないこととかもね、たくさん教えていただいて、そういう世界もあるんだなっていう、なんか聞いててすごく楽しかったです。なんとなくね、上辺でしか、あ、こういう、そう、ネット販売とかはね、上辺でしか知らなかったですけど、まあ、もちろん大変なこともあり、やっぱり自分のね、好きな商品とかもあったりね、なんかそういう見つける楽しさとかもあるんだろうなっていうのも。なんか語ってる。なんか語ってます、ね。だって、ね、商品見つけるのも大変。同じこと言ってまあそういうことで楽しかったってことです。はい、もうあと温まって今日は寝ます。はい、もう寒い寒い寒い、寒いですけど、あとね風が強いんで朝起きたら崩壊しないことだけ祈ってます。もう一回夜寝る前にちょっとペグだけ全部注意して寝たいと思います。ではおやすみなさい。おやすみなさい。ただいま朝の5時です。もうすごい風で、で朝起きてタープ崩壊してるかなと思ったらタープは意外に崩壊してなかったんですけど、もうこの風はちょっとね外で折れないんで、もう片付けしていきたいと思います。なんかとりあえずテントがめっちゃ狭いんですね。でも風が来るたびに顔にバチ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 って当たるんですよ。もうもう何回起きて、1時間ごとに起きてる感じですね。もう風は相当強風で、ちょっとタープを直していきたいと思います。あ、でタープの直し方なんです。強風がある時のタープの直し方なんですけど、ただいきなりポール、ペグとかを抜いてしまうと、こういうとこに大型タープは吹っ飛んでしまうんで、まずこのタープと紐は結んであるんで、ポールだけ先に抜いていって、で風下からペグを抜いていって徐々に畳んでいく感じです。絶対にあの風上から抜いたら一瞬でタープ飛んでいくんで、まずポール抜いて、で紐が緩むんで紐はちょっと逆にきつくしていって、あんまり上に飛び上がらないようにしていって、でそこから風下からペグを抜いていって畳んでいきます。多分今すごい風速ですよ。まあまあな、ほんまに久々っすね、こんだけ条件悪い。これで片付け終わりました。疲れた。あ、これであとちょっと2時間ぐらい安心して寝れますね。ずっとね、崩壊してないか心配だったんで。斉藤さんとこのあのテントすごいですね。すごい強風でビクともしてなかった。やっぱ重量感ありますね。うちなんて崩壊しそうやね。まあ、テントによってね、全然やっぱり違いますよ。見てください、うちの。もう崩壊しそうですよ。でもこのギアトップのジビーテント、風に弱いのも相当分かりましたね。めっちゃ揺れるんですよ、風で。おはようございます。
あともう大体片付けが終わって今から朝ごはんを食べたいと思います。昨日の風はやばかったですね。まあ今もやばいですけど、もうなんか久々に寝れんかったな。10寝れた、めっちゃ寝れた。ちょっと寝た顔ベチ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 ってこれがずっと当たり続けるもう俺絶対この TPP って使わない。もう終わり、引退とか。ずっとイラッとしてた。カゴにずっとどんだけ当たんねんっていうぐらい当たってたね。でもそれ以上うちに寄れへんしさ、お肉でも食べます。でもずっといつテント崩壊するんかなってずっと思って、だから俺夜ペグにチェックしに行ったりしてたもん。知らんやろ、これずっとこうやって押さえとったらね。これ押さえとっても意味ないから。周りのペグと紐やから。僕は優しいんですよ。ずっと寝夜中ね起きてペグとかチェックしてたんですよ。ここ土なんで、あのやっぱ緩むんですよね、大雨やったら。だから石のせに行ったりとか、ジュリが寝れるように。そのおかげですごいブースが寝た。俺もうめっちゃ眠たくてしゃあないし。ではいただきます。さんがご飯作ってくれました。いただきます。見た目もいや、見た目めっちゃ美味しそう。あ、美味しい。バッチリです。いい味付けです。うわ、ロング。コーヒーいただきました。ジュリ様からモンベルのアウトレットは多分安くない。はい、片付け終わりました。今からアウトレットに行きます。じゃあもうあの斉藤さん夫婦とお別れして帰りたいと思います。今日もキャンプは以上となります。楽しかったです。楽しかった、はい、楽しかったです。まあ、次は登山でってことで、はい、あの僕らからプレゼントでよかったら登山に使うなんかね、スポットライトにもなる。もう僕らは全員一人いると思ってる50っていうライトで。何ライトなんですか？LED ライトで、見たらもうコンパクト、耐久テントにもなるし、室内テントにもなるし、もう登山やったらこれ一個で行ける感じですね。はいはいはい、いいんすか？はい、あれ長押しで光量が下がるので、あ、結構眩しいので、はい、ぜひ登山で使ってください。ありがとうございます。これでもうできない。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひぜひまたじゃあお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、気をつけて帰ってください。ありがとうございます。あ、そうですね。頑張ってください。はい、ありがとうございます。